안녕하세요, 윤호입니다. 남양특집 이탈, 윤호가 새롭게 보여주는 컨텐츠 방송입니다. 윤호와 함께 귀신을 보았다. VHS 100편. 오늘은 1편부터 10편까지 보여드리도록 하겠습니다. 참고로 주의하셔야 됩니다. 심신이 약하시거나 임산부 혹은 영적인 영향을 미치시는 분은 시청을 삼가합니다. 참고로 이 영상들을 보고 불상사가 생기거나 심지어 제가 아는 지인 중에서는 장애가 생기셔서 실체로 타고 다니실 만큼 경험을 하신 분도 있고요. 아울러 저조차도 저희 집이 궁핍해지고 상황이 안 좋아질 만큼 밑바닥 아닌 밑바닥으로 들어갈 수 있게끔 해줬던 그런 저주가 약간 서린 그런 영상입니다. 참고로 이 영상은 제가 편의점 알바 이럴 당시에 꾸준하게 알뜰살뜰 여기저기서 퍼오고 가지고 온 거를 다시 제가 재편집해서 제작한 영상물임을 누누이 말씀드리겠습니다. 심지어 이 영상을 함부로 퍼가지 않으시길 바라겠습니다. 제가 이 영상을 진짜 유튜브 하기 전에 아프리카 TV를 통해서 방송을 하려고 했다가 제가 그때 편의점 알바로 돈 벌랴 아니면 아버지 병간을 수발을 하느라 잠시 밀어놨었던 영상물인데요. 여러분들과 그냥 영상만 보여주는 게 아니라 영상을 여러분들한테 보여드리고 이 영상 속의 귀신을 찾아보면서 그거에 대한 썰을 풀어보기도 하고 하겠습니다. 지금 시작하겠습니다. 참고로 BGM은 잠시 꺼둘게요. 유실물 제1화입니다. 誰も触れていないのに突然開くロッカーの扉、そしてロッカーから覗く不気味な顔。여러분이밑에얼굴을보이십니까참고로이영상에대한제가후일담을알려드리도록하겠습니다이영상속의귀신이뭐냐면은제가이거처음으로접했던영상집중하나였는데제가아는지인중에서하는말이그겁니다이락커가뜬금없이열리고이여자의얼굴을보는이영상을보고나면요
잠을 자게 되면요, 꿈속에서 핑크색 옷을 입은 여자가 나타난다고 합니다. 저는 그냥 그거 대수롭지 않게 우스럽게 보고, 그냥 여태까지 모아놓은 귀신 영상들을 다 보거나 때로는 편집 과정에서도 몇 번 저도 이걸 지켜보았는데, 어느 날 꿈속에서 진짜 핑크색 분홍색 옷을 입은 여자의 모습을 보았습니다. 다시 한번 보시죠. 다시 한번 귀신을 찾아보시도록 하시죠. 로커가 ずらりと並んだ場所. 誰も触れていないのに 突然開く ロッカーの扉. そして ロッカーから覗く 不気味な顔. 撮影した映像なのだろうか。 여러분, 영상은 영상대로 봐주시고요, 절대 머릿속으로 상상하시거나 다시 대강 껴서 되새김해서 깊이 생각하지 마십시오. 안 그러면 저처럼, 또 제가 아는 지인처럼 꿈속에서 핑크색 옷을 입고 있는 이 여자를 만나게 될 겁니다. 제가 실제로 경험했고 목격했었습니다. 두 번째 영상을 보여드리도록 하겠습니다. 오래된 필름 제2화입니다. 전차의 호음에 누군가에게 突き飛ばされて 転落. 足の小指を 切断する 大怪我を 負ったという. 犯人は 不明. しかし 投稿者が ホームに 落ちる 寸前に見た顔は ビデオに現れた謎の顔によく似ていたという。ご覧いただいているカップルらしき人物もこの場所も詳細は一切不明である。問題の映像はこのカップルの映像が突然途切れて現れるというのだが。 なんだろうこれ。 危険株。 こんなって置いてあったら絶対開ける人いる。見たいよね。うん、あ、でもちゃんとネジで閉められる。あそこにもあるやん。なんでこんなところに置いてんだろうね。危ない。お、あそこにも至る所にあるぞ。あ、立派なガジュマルですな、これは。 これ、この橋ってなんか古い橋なんじゃない？
잠시만요. 방금 두 번째 봤었던 이 여자는 이 영상은 오래된 필름입니다. 말 그대로 한 커플이 어느 신사산사에 있는 공원에 갔다가 카메라 영상을 찍고 어느 순간 이 버려진 필름을 발견되었고 집에서 이 영상을 찾은 사람이 괴상해서 보았을 때 이 영상에서 이 알 수 없는 노이즈와 함께 이 여성의 얼굴이 나타났다고 합니다. 쳐다보지 마십시오. 왠지 쳐다보고 있으면 왠지 저 눈동자가 움직여서 자신을 응시하게 되는 듯한 그런 묘한 느낌을 느끼게 하는 영상입니다. 세 번째 영상입니다. 찍혀버렸다 입니다. 同じ時間に撮られた2つの映像を交互に紹介する。そこに映る異なる2つの不気味なもの、衝撃の映像をしっかりとご確認願いたい。ムービーだ、最先端技術です。すごい、見てすげえ、見て、携帯でどんぐらい撮れるのそれ。これ、うん、ダメよ、そんなの。知らせる。これ続ける。使い壊れてないんだろう。あれ、飲んでますか、飲んでますか。もういらない。あー、もうギブアップで、すげえ。なんだよ、もうギブアップだ、これ。すげえ、はい、すげえ。飲んで、飲んでるよ。飲むよ。はい、飲んでください。取ってあげます。そのまま取ってあげます。飲んでください。はい、飲んで。飲んで。飲んで。いっちゃった。ちょっと寝ちゃう、寝ちゃう。早い。お前飲めよ。おお。お前、もう、お前。お前、乾杯です。お前、ほぉ。여러분은보셨습니까？이둘의카메라상에서솔직히말할것이찍혔습니다。有田さんの映像では畳に埋まった不気味な女性が、そして西条さんの映像には女性の姿はなく、大量の髪の毛と思われるものが映っているように見えるのだが。もう決まってね。다시한번보십시오。이사람뒤로한여성의몸이있죠？非常に奇怪な映像は一体何なのか？하지만몸은없었습니다。네번째영상입니다。비디오테이프의문의영상입니다。これがそのビデオテープである。中に収められた映像は誰がいつどこで撮影したものなのか全くわからない。分かっているのは原さんが高校時代に手に入れたものということだけである。原さんは高校時代アルバイトをしていた喫茶店で、店の前に置かれていた持ち主不明のビデオテープを持ち帰った。その映像を見た原さんは暗闇を恐れるようになった。怖いビデオがある、そう言って原さんは幼なじみの進藤さんにビデオを渡した。それを見た進藤さんは左足に痛みを感じ、一緒に見ていた友人たちも体に何らかの異常が起こった。社会人としての生活を。여러분함부로버려졌다고생각되어지는 VHS 나 CD 같은거함부로갖고들어오지마십시오。그안에귀신이서려있거나한이맺혀있을수있습니다。이영상이그거에대한이야기입니다。아울러야동이라생각하거나혹시좋은게아닐까싶은마음으로
함부로 버려진 물건 갖고 주워 더 가지고 들어오지 마시고요. 유념하시길 바라겠습니다. 보냈던 하라산은 노로이의 비디오 파트 2의 미르토 노로와레루 영상을 미루. 그 때, 기묘한 소리가 났다. 그리고 その 2日後の 朝 通勤 途中の 原さんが 倒れて 死んでいるのが 発見された。 さらに ビデオは 新藤さんを 経由して 牧さんの 手に渡った。 牧さんと 一緒に その ビデオを 見た 浅見さんは 翌朝眠ったまま死んでいた。その場にいた滝田さんも命の危険にさらされた。原さん、そして浅見さんが亡くなった原因はこの問題の映像にあるとでも言うのだろうか。 ママさんも見てみるとか言ったから、ああ私やだやだやだとか言って見なかったんですけども、結構なんか気持ち悪かったとか言って、でそれでどんなのってちょっと嫌だけど聞いてみたらば、なんか割とビデオがザーッとしてて、最初はノイズだらけで、まあ何映ってるか分かんないような感じだったんですけど、その ザーっていう映像はだんだんなくなってくるんですよ。だんだんとノイズが減ってきて、で見えるようになってきたんですけれども、多分建物の中だと思うんですけど、あんま綺麗なところじゃなくて、なんか倉庫みたいな感じもするんですけど、扉がなんかいくつかあって、 普通のなんか家の扉のようなのとはまた違う感じの扉みたいなのがずっと続いてたんですよ。人とかは全然生きてなくて、で音がずっと続いてるんで、音が聞こえるんですけど、音、はい、その音っていうのがなんか 誰か人が物を叩いてるっていうか、なんか壊してるような、すごいゾッとするような音なんですけど、そういうのがずっと続いてて、最初原からそのビデオの どんなのはつってんのって聞いた時に、そのまあすごいなんかノイズとか入っててよく分かりにくいけれども、扉が一個だけそのゆっくりその開くようなところがあるよっていう話は聞いて、確かに扉がだん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 動いてて、昔付き合ってた人が奥の方のドアが だんだん開くんだよっていうことを言ってたのを思い出したんで、で見てたらやっぱりドアがだんだん開いて、それでその扉が一つ開いて、扉が開いてね、なんか人間みたいな人がこう出てきたんですって。そこから顔がない人の体、
それでは問題の映像をご覧いただこう。分かりいただけただろうか。画面左上に注意してご覧いただきたい。扉がゆっくりと開いてゆき、その奥から首のない人影のようなものが浮かび上がる。
보이십니까? 얼굴 없는 여기 사람의 뭔가 몸이 다리 이렇게 생겨났죠? 소리가 너무 버벅 지식돼가지고 이거 보기 참 힘든 영상 중에 하나였습니다. 여러분 섣불리 이런 비디오 하나 주워서서 서로간에게 빌려보거나 돌려보거나 복사해보지 마십시오. 크나큰 영적인 영향을 미칠 수도 있으실 겁니다. 중고 비디오 카메라 다섯 번째 이야기입니다. この映像の投稿者はフリーマーケットで中古のビデオカメラを買ったのだという。そしておまけでついてきたカメラバッグの中に DV テープが数本入っていた。好奇心からそのテープを再生してみた投稿者。それはどこかの観光地で撮影されたホームビデオのようだった。しかし投稿者はその映像を見ていて背筋が寒くなった。というのだが、다시 한번 오른쪽을 잘 주시해서 보시기 바랍니다. 야외에 설치された 무대 위에서 繰り広げられる 외국인による 댄스. その映像が 突然 프리즈して 振動すると しばらくして 화면이 焼きついたかのように 黒くなる. そしてそこから 歪んだ 顔のような ものが 現れるのだが、 投稿者はこの映像を数回見た後、気分が悪くなってきて思わず嘔吐してしまったという。視聴者の方々もこの映像は見過ぎないようにしていただきたい。 여섯 번째 영상입니다. 무언가 다가온다. 問題の映像をご覧いただこう。カラスもいい、落ちるからこっちは。ちょっとさ、今日これ撮ってみない？何を撮ってんだよ、いっぱい。いやいやいや、捨てるとこ。は？やだよ。だってなんか恥ずかしがるのは結構可愛いんだ。はあ、もういいよそんなの。バカじゃないの。何言ってんの。バカだよじゃないよ。 もういいよ、終わり。邪魔してんの、やだ。いいよ、終わり、落ちろ。普段と全然表情違う。もういい、わかった。シャワー浴びてくるよ。ああ、いい。
対反らない。バスルームからベッドの方に戻ろうとする投稿者、その前を黒いものが横切る。そして投稿者がカメラをその方向に向けると、そこには女性の頭部のような物体が浮かび上がっており、投稿者に迫ってくる。여자의 검은 얼굴이 훅 하니 카메라를 들고 있는 남자를 향해 얼굴만 둥둥 떠서 다가옵니다. まさか噂の通り、この部屋で亡くなった女性の怨念であるとでも言うのだろうか。ちなみに投稿者のこの男性は、この取材の数日後電車に飛び込み亡くなってしまった。제7화 무한의 목격자. 쓰리키즈 다라케의 1번의 비데오 테이프. 통고자에 의해서 これには ある 교통사고의 순간이 녹음되어 있다는. 春日和の休日、投稿者とその友人は職場の仲良しグループで公園に遊びに来ていた。投稿者は買ったばかりのビデオカメラを持参し、楽しい休日を記録していたという。なんかうちらの他にも結構いっぱい人の遊び
私に見える瞬間に。あ、そうやった。いいよ。運命の分かれ道は唐突に訪れる。投稿者は友人にビデオカメラを渡し、撮影を交代したという。あ、もう休みは明日で終わっちゃうよね。やだね。ね。そろそろみんな。二人は公園から道路に出て仲間のところへ向かう。見て、ん？すごい、ハゲ。あ、本当だ、なんか、ね、すごいね。友人は投稿者を撮ろうと車道に出てしまうのだが、いただけただろうか。投稿者の友人の体が続けざまに3回車にひかれている最中、人の目のようなものが映り込んでいるというのだが、こっち見て。ここでは交通事故が多発しており、過去1年間だけで18件もの事故が起きているという。事故の寸前、皮肉にもカメラは道路脇の花束を捉えていた。我々は過去の事故における弁護側の裁判資料の一部を入手することができた。この運転手は事故の際、被害者が見えていなかったと言っているのだが、ゴツンとぶつかった感じがして、一旦車降りて後ろ見た時に赤っぽい塊があって、まあ、それは被害者の方だということで分かり、人を引いたんだなと。事故の原因とビデオに映っていた人の目らしきものとは何か関係があるのだろうか。제8화전쟁유적지에서そうだね。これは女性2人が旅行に行った際に現地の公園を訪れて記録した映像である。その公園は戦争の遺跡があることで有名な観光地であり、彼女たちはそこを見学しに行ったのだという。なんかもうここ見ただけでいい。しかし彼女たちは恐ろしい現象に遭遇し、またビデオカメラはしっかりとそれを捉えていた。撮影後、太平洋戦争の際にその戦跡では多くの兵士たちが戦死していたことを知ったという。なんかすごい広い。入ってみようよ。やだよ、本当だ。行かないよ。ダメ。なんかどこまで行ってる。あ、なんか地上に行ってる。行ってみる。やだ、いいよ。せっかくだからさ。だってさ、見たしさ、
見たけどさ、中に入ってないでしょ。行ってみようよ。戦跡の中で突然聞こえる爆撃と阿鼻叫喚の声。撮影していた投稿者の女性はそこから逃げ出すが、友人であるもう一人の女性の姿が見えない。このあと投稿者の女性は走って公園の管理事務所に助けを求め、管理人と一緒に戻った戦跡の中で気絶して倒れている友人の姿を見つけた。幸い友人の女性はすぐに意識を取り戻したが、未だにショックから回復していないという。もういいんじゃないかな。一応奥まで行きたいな。でも上の方とかも一応まさかここで無念にも戦死した兵士たちの怨念が戦時を再現させ、投稿者たちを恐怖に陥れたとでも言うのだろうか。감시카메라시리즈학교순찰중아홉번째이야기입니다北陸地方にある警備会社でアルバイトをしていた男性から送られてきた監視カメラの映像である。投稿者はとある専門学校の警備を担当していたが、仕事の際監視カメラのモニターに信じられないものを見たというのだが、我々は投稿者に詳しい話を聞いてみることにした。っていう専門学校なんですけれども、そこで警備のバイトをしてたんですね。撮影した当時っていうのが、まあ入学シーズンで、まあ忙しくて、まあ職員講師が徹夜で仕事をしてたりとか、撮影された日も忙しくて職員が一人残ってるって状況だったんですね。普段監視カメラとかはまあそんな、まあ、じっと見てるっていうのはなくて、まあその時はまあたまたまぼーっとまあその画面見てたんですけども、その職員がトイレだと思うんですけれども、廊下に出た時に後ろに女の人が映ったんで、あれと思って、
すぐに確認しに行ったんですけれども、職員に尋ねてもそんな見てないっていうし、まあ僕も周り確認したんですけど、まあ誰もいない。まあ、いやいや、それはないですね。もう一直線の廊下なんで、まあ隠れるっていうことはまあ無理だと思います。まあ気になったんですぐに主任に、まあ電話で、まあこういうことがあったっていう、まあ報告だけですけど、まあしたんですけど、まあ主任が、まあ誰にも言うなっていう、まあ口止めなんですかね。まあ警備会社ですから、まあ専門学校っていうのもまあお客さんみたいなもんだと思うんですね。で、まあ、まあ変な噂が立つのもまああれかなっていう。いや、いや僕はないですね。全く、はい、ないです。職員の男性が亡くなってしまったっていうのを伺ったんですけども、電車に飛び込んで、まあ、自殺したっていう、まあ、変な話なんですけど、まあその、まあ、これ聞いた話なんですけど、目撃者はまあ突き飛ばされたっていう、その彼が、まあ実際にはでも人はいなかったんですけど、まあそういう風に見えたっていう。で、まあ実際、まあ警察の方ではまあその人がいないのに突き飛ばしたなんてありえない話ですから、まあ自殺っていうことでまあ処理されたみたいですけど。まあ顔見知り程度で、まあ会ったら挨拶する程度で、プライベートなことっていうのはまあ一切わからない。その人のこともわからないですし、まあ僕もその後すぐ就職が決まってしまったんで、まあ警備会社も辞めて、我々はその警備会社や専門学校に取材を申し込むことを希望したが、映像を持ち出したことがバレたらまずいという投稿者の強い希望により取材を断念せざるを得なかった。後ろから突き飛ばされるようにして線路に飛び込んだという専門学校職員の男性、まさか問題の映像で彼の背後を歩く女性と何か関係があるのだろうか。それではその箇所をご覧いただこう。선찰자 뒤로 따라오는 무언가의 영체를 보셨습니까? 다시 한번 보십시오. 신야의 학교를 찍은 감시 카메라. 직원의 남성이 廊下를 걷고 있는 중, 그 뒤에 잠시 동안 마치 붙잡혀 있는 것처럼 여성의 모습이 보입니다. まさかこの男性に怨念を抱く女性が彼を背後から線路に突き飛ばし死に至らしめたとでも言うのだろうか。감시카메라 시리즈 전철 사고
입니다. 駅の事故防止用に設置された監視映像である。 最終電車を迎え、ホームには人が集まり始める。そして、これから起こる事実に我々は驚愕した。 気づきになっただろうか。大勢の乗客がいるにもかかわらず、男がホームに飛び降りたことに誰一人気づいていない。この後、このカメラを監視していた駅員がホームに駆けつけ、男は一命を取り留めたという。その場にいた駅員でさえ男の姿が全く見えていなかったという。 과연 무관심에서 죽음을 당한 것을 알려준 걸까요? 지금까지 윤호의 나병특집 2탄. 지금 화질도 많이 안 좋고 선명하진 않았지만 여러분들한테 첫 번째 시간으로서 어설프고 암울하게끔 말했고 중간중간에 영상 중간중간에 끼워드린다면 해서 갑자기 이런 생각이 들더라고요. 죄송하게 생각이 되어지고 다음 편 시리즈 11편에서 20편 사이 이야기 두 번째 시간을 가졌을 때는 영선 본연 그대로 보여드리도록 하겠습니다. 첫 번째 시간이었고요. 오늘 유튜브 업로드 영상을 해서 뭐 저작권이나 따로 침해 가해지지 않는다면은 제2의 창작물로서 인정이 되어진다면은 계속해서 이 방송분을 방송을 하도록 하겠습니다. 지금까지 윤의 남명특집 2탄 윤호와 함께 귀신을 보았다 VHS 100편 현재 1편에서 10편까지 지켜봐 주셨습니다. 내일도 윤호와 함께 귀신을 함께 찾아봐 보시겠습니까? 고맙습니다.